熱血コンサル基礎産業。私は創業して3年目の運送業経営者です。創業時に日本政策金融公庫から設備資金500万円を借りて事業を始めました。現在売上を少しずつ伸ばしているところです。創業して3年経ってこのままではスモールビジネスから抜けられないと思い、事業を拡大していきたいと思っています。従業員の採用は車両の購入も行いたいので資金を確保したいのですが、創業時にお世話になった広子さんに追加融資を申し込むか、これまで取引のない銀行さんに申し込むか悩んでいます。取引銀行はどこまで広げていくのが良いのでしょうか。いろんな銀行からお金を借りていると、せっかくお世話になった広子さんや最初の銀行さんに申し訳ないのかなとも思っています。なんだか浮気をしているような気持ちにもなります。取引銀行を増やすべきかどうか教えてください。これはね、結論から言うと増やした方がいいよ。だけどメインに寄せることが大事。まあ、例えば1000万借りるとしたら500万ぐらいはメインで借りて、あと300万と200万みたいな感じで分けるのがいいかな。で、300万が広告みたいな感じで、200万はもう一個取引始めさせてくださいみたいなね、やり方がいいと思いますね。いろんな意味でね、分けた方がいいんだよね。例えばこれ人を採用してからやっていくとするじゃない。そうすると仲間を連れて僕独立しますみたいなことがいう不届き者が出たりするんですよ、大きくなるとね。特に運送業で客先と一緒に独立するなんてことあるよ。だからそういった時に銀行が助けないケースが多い、その地域で独立する場合。いや、だってあなたそこから独立したんでしょって、うちそこに融資してるんだからみたいな話になるよね。ということは、その取引銀行が多ければ多いほど、その新しく独立しようとする不届き者を弾き出すことができるっていうことができるからなんだよね。守備の意味でもそれはやった方がいいと思うよね。だけどメイン行はここっていうのを決めとく。そこに残高を全部寄せとくってことが大事だと思います。要は何事もバランスっていうか大事かなというふうに思いますね。取引銀行の数を増やすことによる他のメリットやデメリットはありますでしょうか。まあデメリットとすると、口座が増えると管理が難しいよね。どころ大きい病院とかができるっていうと、シンジケートローンみたいなのがあるわけだよね。幹事校僕やりますみたいなのがおって、他にまあ10校が全部そこへこう、10校20校が全部そこお金集めて、でそこがこう窓口になって貸してあげるみたいなことがあるのは、間口が広がりすぎると管理が難しくなるっていうデメリットがあるんだよね。じゃあメリットは何なのかというと、お財布の間口が広がることによって情報が得られるよね、たくさんね、銀行回りすると。もう一つはやっぱり、まあ最初これ保証協会付きだけでの話になるんだろうけど、決算に力がついてくるとプロパー引っ張ってこれるようになると思うから、プロパーの資金っていうのは保証協会の残高に応じてプロパーの額っていうのが変わってくるから、1行だとお腹いっぱいっていうようなことになりにくくなるよね。大きい設備とかがやりやすくなるよ。サブにこんだけ助けてください、メインこんだけです、広告こんだけですみたいなこと組み立てがしやすくなるよね。まあ、メリットがありますよね。大きく借りようと思うと少なし参考と取引はしとった方がいいかなと思いますよね。適正な取引銀行の数の目安というものはありますでしょうか。数というかね、第一地銀、第二地銀、信用金庫みたいな。でも年商5億超えてもやっぱ都銀とは付き合わない方がいいかな。多分もう20億ぐらいで初めて都銀みたいな感じになるかなと思いますね。だから年商が小さいうちはもう第一地銀、第二地銀、信用金庫とか、第一地銀、信用金庫、政策公庫みたいなね、そういう組み立て方がいいと思いますね。メインバンク、資金供給力が高いところで多店舗展開しようと思うと、地銀って隣の県とかにもまたいでますからね。でそこへまあこうメインとして置いといて、でその次に信用金庫っていうのはもう地元の財布代わり、融資も付き合うんだけど、要は集金に来てねとかね、やっぱこまごましたところもやってっていうようなことをやるのがまあサブでつけといて、まあそこのまあちょっと対応できんようなところは政策金融公庫で調達するっていうやり方が、組み立てが一番まあ理想的かなと思いますよね。先ほどのお話では第一地銀、第二地銀、信用金庫とありましたが、信用組合はどうですか。信用組合は特にこの人の場合、信用組合付き合うという一つかもしれんね。地域によって信用金庫より信用組合が強いっていうようなことがあったりするんだよね。そういう地域が強いところがあるから、両方2回申し込んだ方がいいと思うよ。
信用組合の方が力があるというケースもあります。信用組合の方が割とプロパー融資してくれやすい、保証協会がつかない資金ね、を融資してくれやすいっていうのはあるかもしれないけど、要は多店舗展開するってところに対してはなかなか大きく資金調達はやりにくいかなというふうに思いますよね。同時に申し込んどいていいところを取るというか、よく借りてくれそうなところを取るっていうのが一番いいかなと思うね。でね、あとね、たくさんの銀行と付き合っておくメリットっていうのもう一つあるのよ。担当者なんだよね。もう担当者の優劣でだいたい 90% くらい決まる。銀行の融資申し込みは誰が申し込むんですかっていう、取引先の属性で 40% 決まります。だけど稟議が通るか通らないかというのは担当者の力量で 90% 決まります。そのメインバンクでいい担当者だったらいいけどよ、メインバンクでダメな担当者来た時にはサブとかその他に助けてもらうしかないでしょ。そっちには結構いい担当者がいたりっていうことがあるんですよ。だからそういう時になるべくこう多くの銀行と付き合っておくと。だけど手間がかかるということがあるじゃないですか。そこはだから今せっかくスケールするんだったらそういう雑用をやってくれる人を一人雇った方がいいんじゃないですかってことですよね。社長の仕事は会社の外から会社の中にお金を持って帰れる人っていうのが一番、もうそれだけなんだよ仕事って。早い話で、その他のことはみんなでグループでやれるから会社って便利な組織なんだよね、便利な制度なんだよね。前なんか竹之内社長も言ってたよね、多く稼ぐには組織化するしかないとか。もう本当そう思う。その時に組織化する中でより多くお金を引っ張るってところで、たくさんの銀行に顔を出すってことが必要ですね。銀行に顔を出すのも営業の一つだというふうに思ってください。いずれね、このあたりもね、メンバーシップでやろうと思います。どういうふうに、まあ、交渉したらいいかとかね、こういうふうなことを言われたいようなことを個別で対応していきたいと思いますので、このメンバーシップのご案内もやっていきたいと思いますので、ぜひ一度見ていただけたらと思います。それと月曜水曜で主にライブやってるのでね、そこでちょっと今お急ぎの方とかいらっしゃったら相談いただけたらと思いますし、この上の電話番号とかメールとかでもご相談は受け付けておりますので、お気軽にご相談いただけたらと思っております。